開会,会の前に相互に挨拶を交わします。起立願います。相互に礼、おはようございます。ます着席願います。<laughs> 令和五年第一回藤川町議会定例会。二日目の本会議に。議員各位には大変お忙しいところ。ご出席いただき、誠にありがとうございます。 ただいまの出席議員は13名であります。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。日程第1、諸般の報告。この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。議長から報告します。本日の議事日程はお手元に配布したとおりです。本日は一般質問の日程になっております。 一般質問の通告者及び当局者は、質問並びに答弁の用紙を分かりやすく簡潔にお願いいたします。日程第二、一般質問質問の通告者は七名であります。これから通告順に一,質一般質問を行います。それでは、通告一番、十一番、冷めた傭兵君の一般質問を行います。 11番「冷めた陽平君」。 改めまましておはようございます新庁舎での一番初めの一般質問となり、建物に負けないよう、改めて身を引き締めて、新鮮な気持ちで質問していきたいと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。令和3年12月議会、令和4年6月議会で提案させていただいた大柳川渓流公園の管理については、今年に入ってから公募をしていただき、 三件の応募があったと聞きました今後は民間の管理のもと運営されていくということでさらなる利用者の増になると思いますまた先月には松尾小学校の夜間照明の LED 化の工事も終わり利用者に喜んでいただけると思いますえ今回も提案型の質問を考えました 実現できれば、町にとって相当のプラスになると思っています。提案の内容はわくわくする企画だと思いますので、前向きな答弁をお願いいたします。それでは通告に従いまして、一般質問を始めます。今回は一点に絞って質問していきます。簡潔にわかりやすい答弁をお願いいたします。それでは質問事項1。 街の魅力 PR 方法について質問させていただきます括弧 <laughs> まず情報発信の現状では町民向けに毎月の広報紙の発行随時発信している LINE があります LINE の登録者数もコロナワクチン接種情報の関係もあり町民の LINE 利用者の 7割割から8割の方が登録してててていいいいいただいていて効果的に情報発信できていると思いますまた町内外への情報発信としては昨年から魅力発信アンバサダーを創設し昨年はスポーツ部門の移植先月は文化芸能部門の移植をし全国で活躍されている方々が富士川町の魅力を発信していただいているところであります。 SNS のツールとしては、フェイスブック、ツイッター、インスタグラムなどを利用しての発信をしているところでありますが、フォロワー数の、フォロ,ロワーの数が伸び,な伸び悩んでいると伺いました。こういった SNS を利用している職員の中には、リツイートやシェアなどを行い、さらに情報を拡散していただいていることも存じております。 さらに、今の時代だからこそ SN、SNS の活用は不可欠であり、町が行っている情報発信の方法も正しいものだと思っています。SNS を利用している人の中で、影響力のある人をインフルエンサーと言います。インフルエンサーとは、世間に対して大きな影響力を与える人のことを指し、 英語で「勢力」「影響」「効果」といった意味の「インフランス」が由来の言葉とされています。かつてインフルエンサーといえば芸能人やスポーツ選手ファッションモデルなどテレビで活躍する人たちを指す言葉でした。ところがインターネットが普及し SNS での情報交換が活発になったことで 次第に影響を与える一般人もインンフルエンサーと呼ばれるようになりました一般人がインフルエンサーとして認識されるようになったのは個人ブログが流行し始めた2007年頃からと言われています現在はツイッター YouTube インスタグラム TikTok などさまざまな SNS において影響力を持つ人たちがインフルエンサーとして活躍しております また、SNS のインフルエンサーには、それぞれプラットフォームによって呼び名が異なり、インスタグラムはインスタグラマー、YouTube は YouTuber ーー、TikTok は TikToker、ブログはブログなど、ブロガーなどと呼ぶそうです。そこで、町内外のインスタグラマーなど、SNS を利用している人たちが、 町の魅力を発信することで、町のさらなる PR になると思いますが、当局のお考えを伺います<上>町長、望月俊樹君。 まずは質問の答弁に先立ちまして、この新庁舎の新しい議場で,です、ね、最初の答弁をさせていただきます。我々執行部もです、ね、二元代表制の一翼を担う立場として、調整推進のため、しっかりと緊張感を持って答弁をしていくことをお誓い申し上げます。それでは、今の質問に答えさせていただきます。インターネット環境の浸透や、スマートフォンやタブレットなどを普及に伴い、 SNS のの利用は日々の生活に有効なアイテムであると考えておりますこうした中、町の観光資源やイベント、暮らしやすさなどを多くの方に発信し、地域活性化につなげていくための情報発信手段として、SNS が持つ拡散力は大きな魅力であると考えております。こうしたことから、手軽に情報発信できる SNS を活用することで、町の認知度向上や、 観光客、移住者の増加につながるため、効果的な町の P R になると考えております。以上でございます。以上。冷めた陽平君。え、町でもえいろいろな面で有効と考えているということですので、ぜひ多くの S N S 利用者が 町の魅力を発信していただけるよう何らかの手段を考えていきたいと思います。そこで次の括弧2の通告を考えました。それでは次の括弧2の質問に移ります。括弧2 SNS を利用している人たちを活用した町の PR 方法として、全国の自治体での実施事例はありませんが、全国初の 歌唱富士川町インフルエンサー選手権大会みんなの投稿で富士川町をバズらせようの開催を提案いたします内容としてはインスタグラマーなどの SNS を利用している人たちを集め町の PR 大会をすることです参加賞を募る方法は TikTok やインスタなど無料の SNS を活用しエントリーしていただき 投稿期間を決めて「ハッシュタグ藤川町」をつけて投稿していただきいいねやリツイートの総合計で優勝者を決めるというようなものです。得られる効果としては町内外からの参加者を募り参加者が多ければ多いほど町の魅力の再発見につながることまた参加者が多ければ多い,多いだけ町が PR され 交流人口の増につながり、町に賑わいや経済効果が見込まれます。例えば、期間中だけでも、期間が1週間で100人の参加者があった場合、宿泊費プラス1日2,000円の消費 ×7 日間で ×100 人の経済効果が見込まれるということになります。全国の人に藤川町を知ってもらうことで、 ふるさと納税の増にもつながりますまた全国に先駆けてどこの自治体にも実施事例がないためマスコミなどのメディアで取り上げ,取り上げられ SNS を利用していない人にも藤川町を知ってもらえるなどメリットが多くあると考えますが仮称藤川町インフルエンサー選手権の大会の開催について 当局の考えをお伺いいたします政策秘書課長,書課長早川隆一君ただいまのご質問にお答えします多くの人に影響を与えるインフルエンサーの情報発信力を活用し本庁の魅力を PR していただくことはインターネット社会において 有効な方法でありますこうした中、このようなイベントを開催し、本庁の魅力 PR をインフルエンサー同士がそれぞれ独自の視点で競うことは、話題性もあり、地域活性化につながるものと考えております。こうしたことから、開催に向け、検討をしてまいりたいと考えております。 委員長。冷めた楊兵君、えー。開催に向け前向きな答弁をいただきました。開催には多少、あ、再質問です。すみません。開催には多少の費用がかかると思います。インフルエンサーの区分は、SNS のフォロワー数が100万人以上の知名度知名度が非常に高いインフルエンサーをトップインフルエンサー。 またはメガインフルエンサー次にフォロワー数が10万人を超える人たちはミドルインフルエンサー次にフォロワー数が1万から10万人ほどのインフルエンサーをマイクロインフルエンサー最後にフォロワー数が1万人未満の場合はナノインフルエンサーに区分されます説明するまでもなくフォロワーが多ければ多いインフルエンサーほど 世間に対しての影響力があると考えますそこでフォロワーの多いインスタグラマーなどの SNS を利用している人たちの参加にはそれなりの魅力が必要だと思います先ほども得られる効果として提案しましたが交流人口の増や相当の経済効果が見込まれると思います大きい成果を 得るには多少の費用がかかると思いますが賞金や商品などの考えについてお伺いいたします政策秘書課長,書課長早川隆一君ただいまのご質問にお答えします今後開催に向けて検討を進めてまいりますが事業の開催方法と詳細をですね、今後教育 協議していく中で、話題性も含めて、検証についても検討をしてまいりたいと考えております冷めた陽平君ぜひあの、多くのインフルエンサーが参加していただけるよう、魅力のある <coughs>、えー、検証を考えていただきたいと思います。 えー、次のかっこさんの質問に移ります。職員に向けて、町長の年始の挨拶の中で、新しいことにチャレンジしてほしいとありました <coughs>。まさに新しいチャレンジだと思いますので、SNS を利用している人たちを活用した町の PR を実施するにあたって、若手職員のスキルアップのためにも、 プロジェクトチームを作り、立ち上げから計画、実行、管理、検証をすることができないか伺います。成果が出ることで、今後の仕事のやりがいになり、他にも新しいことにチャレンジしようという意欲にもつながると思いますが、いかがでしょうか政策,政策秘書課長、早川隆一君。 ただいまのご質問にお答えします若手職員のアイデアを生かし立ち上げから検証までの一連の役割を担うことは若手職員の育成、意識向上につながるものと考えておりますこうしたことから各課から選出された若手職員を中心に構成された既存の広報研究会を基盤として SNS 利用者を活用した 町の魅力 PR 施策の検討を行ってまいりたいと考えております冷田陽平君私も勉強不足で、えー、若手職員を中心とした広報研究会が存在していることを知りませんでした。 ぜひ、えー、若手職員の育成のためにもそういった組織が動いて PR 施策が前に進むよう期待しておりますえ今回の一般質問も前回同様藤川町の未来を語ろう活性化プロジェクトの参加者からの意見や町民の意見をもとに質問させていただきました提案させていただいたような内企画ができれば交流人口はさらに増え経済効果が得られ 税収の増につながり、最終的には町民への福祉向上につながると思います。前回の定例会でも発言しましたが、SNS や発言力のある方々が、いろんなことを発信することで、伝説になることがありますので、道の駅の恋人,伝説恋人の聖地伝説も夢ではありません。また、先日、新聞にも掲載されてしまいましたが、 農泊のように計画から大きくずれてしまっている施設などの利用者も増えると思います。ぜひみんなの投稿で富士川町をバズらせて活力ある富士川町を全国、え全世界に PR できればと思います。今後も富士川町の未来を考え提案型の質問をしていきたいと思います。えこの議場におられます皆様、また町民の皆様とともにアイデアを出し合いながら。 これからの藤川町を作っていきたいと思います以上で私の一般質問を終わります、うん 以上で通告1番、11番、冷めた洋平君の一般質問を終わります。えー、続いて通告2番5番